4. Fight! ああ、お疲れ様です。聞こえますか？あとですね、ちょっとパソコンが今すごい重たい状況で、タスクマネージャーの CPU 使用率が 80% 超えてしまってるんで、一度再起動をかけますので、このままで一回お待ちください。会社はこのまま置いときますので、皆さんこのままでお待ちください。申し訳ないです。一度再起動をかけます。すいません。すいません、一度配信を一回止めます。よかったです、よかったです。ああ、のび先生、ねえ、 4RPLP カーの派生ってどうしたの？2発目左とか当て身いけますってよ。おめでとうございます。いや、いい捨て間してくれますね。ありがとうございます。はい、最近年末のお問い合わせを、はい、私のツイッターにもいただくようになっていたので、はいはいはい、ちょっとあの今年末のお話をのびさんから。あ、わかりました、はい。ですね、年末もうある程度形になってきてるので、ここで一発でもう全部告知しちゃいましょうか。はいはい、ちょっとまた追って、あの今あのかっこいいポップとかを作ってるので、はい、そういったものが出来上がったら私とかあののびさんのツイッターで上げようと思ってるんですけど、はい、一旦今日見てくださってる皆様に、そうですね、弁慶は挫折まで昇格やって降格だろ。土曜日12月28日、土曜日ランキングバトル決勝戦ですね。まあ、これはイベントってよりも毎月の恒例のイベントになりますね。一番最後のプレーオフが入ってるやつですね。はい、まあ、おそらく土曜日なんで人もかなり集まると思いますのでね、はいはい、それも1個のイベントになります。で、29日、はい、世代別 3on3、 大人気の、はい、前回もやりました世代別 3on3 っていう、大きなね、その世代で誰が一番、どの世代が一番強いのかっていう決める大会をやるんですが、そちらのルールもこの間の打ち合わせの時にある程度決まったので、生放送でも説明させていただきます。これは後日、ツイッターやゼクシーでも同じことを書かせていただきます。でですね、1個差まで OK です。前回と引き続きに1個差まで OK。 例えば22グループだとしたら22、21、22、22、21とか22、22、23とか、そう、はい、そうグループの中で1歳差まで OK。 例えば22、23、24になっちゃうと2個差になるからダメになってしまいます。そういうことです。はい、1個差まで OK なんで、同世代が少ない方も1個上1個下ならおそらくいると思うんですよ。でもちろん当日斡旋もありますのでね、予約とかはどういう風な形で今後やっていくんですかね。巣鴨に電話予約になるんですか、直接店舗予約になるんですかね。あ、いや、あの世代別3on3の受付は確か当日受付だったと思うんですよ。はい、じゃあちょっと今そこの部分がまだ確定してないので、はい、ちょっとまあ前回のでそこに不備がなかったら同じ形にしようと思いますけども、そうですね、ちょっとね、あのそこを決して決定したらまたご案内します。称号、はい、もとりあえず言っちゃってもいいんですかね。あ、もう確定がまだしてないかもしれないですよね。まあ一つでも候補に上がってて濃厚な称号、これは多分これになるだろうなっていう称号が前回は、黄金世代だったんですけど、今回、まあ、あのいろいろと、まあ、かけまして、あの1個候補に上がってるのは奇跡の世代っていう ね、 はい、何かの某漫画の似てるんですが、はい、そこまでしか言えないですがね、その称号の可能性もあります。これは今ナムコさんに申請を出している最中なんで、まだ確定かは分かりません、はい。で、30日です。30日は、巣鴨オフ会、まあ、簡単に言うと巣鴨でしかできない集まりですよね。そうです。そう、まあ、その1年間やってきて、うん、まあ、巣鴨らしいイベントが何かしたいなということで、そうですね、キャラクターのオフ会やってるんですけど、はい、巣鴨オフって、まあ、簡単に言うと生放送を見てる人たちとかでも、この機会にこういう時に巣鴨ってどういうゲームセンターかっていうのを一回味わいに来てもらう、うん、そうですね、そう、巣鴨はこういうゲームセンターだよっていうのを分かってもらうための、オフ会と思ってください。特別大きいことっていうのはしないんですが、うん、そのナムコ巣鴨でしかできないことをいろいろやろうと思ってます。例えばその
いつもは毎週火曜日にやってるグループ講習なんですが、それを超大規模にして、もう今からでもずっと準備をしてるんで、かなり、まとまった大規模グループ講習を生放送とその日はね連動させてできると思います。ただおそらくなんですけど、生放送側には声とか少し伝わりづらい部分とかもありますので、直接聞いた方が絶対ためになると思うんで、ぜひ来てください。できればお店に足を運んでいただいて、はい、スガモオフと言いながらも初めて、今日この日初めてスガモに来るよという方ももちろん大歓迎なので遊びに来てください、はい、あとですね、ランダム2オン2で、参加者には全員その巣鴨のオフ会に参加してくれたっていう人たちに、はい、その巣鴨オフならではの称号、はい、参加称号をプレゼントしたいと思います、はい、あとは優勝者にももちろんその巣鴨オフならではの称号をプレゼントしたいと思います、はい、あとですね、もう一個企画でうちらがこれはちょっとやってほしいなって思ったのが、参加者全員にそのビンゴカードなどを用意してもらい、そのそうそうですね、ナムコ巣鴨にビンゴカードを用意してもらい、参加者の皆様にはビンゴカードを配り、最後にはプレゼント抽選会を、ね、ぜひやりたいと思います。でこれはもうそうですよね、ナムコの人にいろいろ商品は頼んでますので、どうなるかはまだ分かんないですが、参加してくれた皆様にこれは可能性があることなんで、ぜひ遊びに来てください。はい、なんかね、年末っぽくていい感じです。そうそうそう、はい、で最後の日ですね、31日、これもちょっと、企画ですごい面白いことが一つあった。これはどうしますか、まだ内緒にしといた方がいいですか、もう言っちゃってもいいですか。はい、まず31日は、紅白戦をやりたいと思います。前回に引き続き紅白戦、今回は僕対日野さんになりますかね、おそらくは。もう今回でも相当きつい罰ゲームもなんとかして、まあ年末だしね、一発は、はい、今までで一番きついぐらいの、そうですよね、この1年間ののびさんに大変にお世話になったので、はい、感謝の意味を込めてマムシとかもいろんなもの買ってきましょ う, そうです、ね、マムシ、のにジュース、センブリ茶全部混ぜてとか、そんな感じでもいいんでね。はい、その紅白戦は、定員とかはまだ決めてないのですが、基本来てくれた人たちをできる限り全員出して、前回もやったんで、はい、来てくれた方じゃみんなには可能性がありますので、出れるチャンスがあります。でもちろん参加してくれた方には称号が必ず上がります。負けても称号があります、はいはいはい、うん、僕個人ではまだそれもナムコに申請中なんですけど、やられ役って称号があったはずなんですよ、ね、だから負けてもお得じゃねえかこれはっていう称号だと思うんで、負けたら負けたでもらえる、そうですね。あとはですね、その紅白戦とかに参加してくれた方々全員に、年末ならではのプレゼントがあるんですが、あれ、ね、はい、皆さんちょっと当ててみてください。何だと思います？ヒントはもう待つってことですよね。最終日31日、まあ、31日と何をっていう想像しますかっていうのを考えてください。普段皆さんがしてることを、はい、でね、お年玉は違います。違います。お年玉はさすがに金かかったらマジだろ。それはガイル、ガイルという間違える。何、プランカーね、持ち、はい、ここどこだ、おしこしそばじゃないの。なるほど、あ、100円、100円って言ってきましょうか。ね、はい、一応某会社の超有名な、年越しそばを、そうそうそう、はい、全プレイヤーにプレゼントします。年越しそば大手の、はい、その日はもちろんね、巣鴨にも、ネットのポットを用意して、参加者皆様と一緒に年越しのおそばを食べながら、ゆっくりゲームセンターで過ごして、まあ、ほぼありえないと思うんですがね、ナムコ巣鴨ではこういうことが可能なんで、皆さんで和みながらやっていきましょう。そう、結構31日は本当ゆったりまったりみんなと一緒にそのね、年を越すっていう形になると思いますので、まあ、みんなで罰ゲーム大会やったり、みんなでそば食べたり、紅白戦したり、おしゃべりしたり、うん、そんな感じで、28、9、30、31、うん、31は緩めに、30日は巣鴨のことを知ってもらうためのイベント、29日は、まあ、巣鴨で一番大きな大会って言ってもいいですよね。で28日はランキングバトル、最終日っていう形になりますので、ぜひどの、この4日間全部激アツイベントなんで、休みを取って皆さん遊びに来てください。あれ、あの中野の称号は実はもう付与してるんですけど、届いてないですか、はい、もしかしたらあのバナパスの ID の書き忘れとかの可能性もあるので連絡くださいね。あのもう費用は済んでますよ。まあちょっと俺は紅白戦中、紅白戦終わった後、
時間が空いたらマジで夕伸びの放送に切り替えてでもいいんで、非喫煙者 VS 喫煙者 の、 それ押してます、ね、罰ゲームデスマッチをしたいんですよ、ね、押してますね、うん、それね、まあ、なんかまた、ね、その勢いで、はい、ノリでなんかやっちゃいたい、ね、いやまあそうそうそう、ノリでなんかいろいろ面白い企画とかやりたいんでね、確かに、はい、私は今からお蕎麦が楽しみでしょうがないです、講習って予約したい、予約しないでも大丈夫なんですけど、1日でもう予約がフルに埋まっているときはその日は取れなくなってしまうので、できれば予約をした方が必ず、そうですね、うん、せっかく来てできないとも寂しいと思うので、はい、予約しておいた方が安全です、ね、そうなんですよ、断ってしまった方もいるぐらいですごいそれは嫌なことなんで、ね、お願いします。感じで、はい、また正式にはちゃんとウェブページとかポップでご連絡しますので、はい、一旦は口頭でのご紹介でした、お楽しみによろしくお願いします。お楽しみにしててください。ということでじゃあ一旦、はい、失礼いたします、はい、皆さん引き続きお楽しみください。さあじゃあもうあとはゆっくりランバトを見てましょう。巣鴨って喫煙者と非喫煙者半々ぐらいだと思う。さあゼルガル VS メイさんの試合見ていきましょう。じゃあ一度対戦画面のみの方に切り替えていきます。投げ抜けアプリ、ああいやなんかあるんじゃないんですか。俺も投げ抜けアプリ確かに欲しいわ。左手右手みたいのない、誰か持ってる方いないんですか。そういうのありそうなんだけど、年明けはいつか、1日か営業してると思いますよ。のびさん風は治ってないですが、まあ、よくはなりましたね。鼻声になってますけど、僕の課金額の代わりに やりすぎでしょ。待ってください、モババさん課金額いくらになってますか。これヘビースモーカー、いやまあでも1日1箱ぐらいですよ。来年も今の盛り上がりを維持できますか。維持できたらいいですよね、本当に。それでね、新作が出たりしたらもっと鉄拳が良くなると思うんですよね。ぬびみ、俺の一旦通してくれてありがとうね、勉強になりました、ありがとうございます。ぬびはお正月休みあるの、いやそういうのないです。僕基本はゴールデンウィークとかそういうの全部関係ないんで、そういう休みはないですね。大分行ってて菅もいないのは16から、20日までです。ウェブサービスの投げ抜けはマジか。禁煙した方がそうですよね。俺もね、禁煙した方がいいなっていうのは思うんですけどね。死んだかな、減るね。何してるんですか。僕はメビウスのオプションの蜂を吸ってます。で、え？そう、これ戸厚さんがパンをくれたのよ。12月で 300K 30万。え、ちょっと待って、え、嘘、何も言えねえよ。30万って無理に決まってんだろ。3万ならまだいいけどさ、今度のプラクティスではマイナス、ああそういうのでもフレーム出てほしいね。確かに大分のどこ、アミスポですね、ゲームセンター遊びに行きます。いやまあちょっとそれ課金しすぎですよ、抑えましょう。あ、まあでもいいのか別に、まあなんか好きなもんだったらいいか、全然問題ないかもね。モババスなら月30万、あそうなんだ、すごいね。パズドラとかだったらいい、あパズドラとかの方がいないかむしろ。お正月はイベント的なものは、お正月はまだね企画していません。今月あと700件、ちょっと待ってください、別に残ってるとかやめてくださいよ、残ってないですよ、それ貯めましょうよ。さあちょっとさ、俺最近ぼーっと巣鴨でさ、いろんな人たちの対戦さずっと見てるんだけどさ、思ったことってさ、昔と今ってスタイルみんな全然違うね。違うよ。ねえ。違います。うん、何なんだろう、やっぱさ、今このレベルの段階だとさ、その拳ラインの対戦とかってさ、気持ちが分かるじゃん、はいはい、でも俺だったらそれどうやってそこを成長してたかって、どうやってやってた。いや、なんだろうね、負けたら完成したりして、うんね、そこを直すとかやったりしてたけど、昔も。そうだよね、そんな感じで時間使ってやっていくっていうんだよね、多分一番いいのはね。
皆さんどんな感じで、上達するときって考えてました？なんか課題を一つ一つ持ってやるのがいいんじゃないかな、うん、な俺も何なんだろうね、どうやって成長したって、その一個一個さ、このゲームってさ、あの相手のセットプレーってどんなキャラクターにもセットプレーってあるじゃん、それをまず学習するよ ね、 そうだね、これのあとこの連携を、あの家帰る電車の時とかに何を返すのが一番効率いいのかっていうのを考えたりとかは、あとは今日例えば男子戦負けた後の帰りとかに、うん、今日はどうやって負けたのかなって考えて、あ今日はちょっと置き技置きすぎてスカガケもらいすぎたなとか、うん、ただのアッパーかダメージ100コンビいるのかな、いるかもね、 100超えギリギリいくかいかないか、風神だったら超えるやつはいっぱいいるけどね、ベケこの前はお疲れ、ベケはもう今かまってちゃんになってるから、かまってちゃんか、あの羅刹まで落ちたって、マジで、うん、弁慶もなんか惜しいよね、惜しい、綺麗なスタイルで案外すごいしっかりしてんのに勝てないっていうのもね、いろいろ理由があるんだろう ね、 惜しいね、最近黒黒さんよく遊び来てますね、モチベがすごい高いと思います、大戦でイライラが多い、終わった後トイレ、まだね、でも本当最近みんなに共通して言えるのが、あの大戦で熱くなってる時は一回トイレ行こう、本当に本当にね、トイレに一回行きましょう、ジャックとジェイシーで行きました、ジャック・ジェイシー、ああ行けるのか、レシピはどんな感じなんですか、惜しいじゃダメじゃねいやだからダメなんです、そうなんです、だから便器はダメなんです、それじゃダメなんだろうね、はい、地方で明けデビューしようと思ってさ、何か心構え、はじめはね確かにオンラインよりもアーケードの方がレベルが高いって言われてるのはあると思うんですが、まあ、あの要は負けたとしても要はそう人間なんでね、そのなんて言うんだろう、そのなんて言うの、こいつには勝てないっていうのはないからね、まあないね、折れないでやるっていうのが一番大事だと思います、もう今日は負けて二度と敵やりたくないって思うかもしれないけど、要はその負け勝ったプレイヤーだって何回もそういうのを思ったりしてるゲームなんですよ、だからそこをしっかり折れないでやってれば絶対強くなると思います、それが絶対心構えだと思います、ぶっぱの対処法、まあ簡単に言うとそのぶっぱしてくる技に対して一番いいのは透かして浮かすだよね、そうだね、うん、それが一番効率いいで、2番目にいいのがフレームで割りに行く、滑しちゃったの、そうで3番目にいいのは確定反撃で、一応なんていうの、そのダメ押しするっていうか、なんていうか確定反撃でまあ押し置きをする、でも一番いいのはやっぱ浮かすっていうのは効率がいいんで、それが一番いいと思います、巣鴨にいる赤弾羅弾の大変度やばいな、あれなんでって、あれはなんだろうね、村がその日で本当にあるんですよ、メイスさんとかはそれがすごいいい例で、まあ上達してるしてないっていうのはいつも勝てない相手に勝てるようになった時っていうのはありますよ、弁慶弱いのにキング知ってるような菊池さん、ヨスリンも出てきたよすごいね、いやこれ別にキングの放送じゃねえからな、スポンサーにつかない理由が分かった、爪が甘い、どういうことどういうことだ、負けた数だけ強く、まああの負けた数っていうのも考えた数だけ強くなると思いますよ、ジャックで普通のアッパーから RK やって 66LP、 ジェイシーで236232、あ、はいはいはい、え、あれマジでそれで100いくの、はい、マジか、ちょっと家で調べてみます、ただ負けただけじゃダメ、原因、そう負けただけって言っても、例えばブッパで負けたって、じゃあどういう場面で、待ってね、はい、169の方はどういう場面でブッパされたんですか、勝率 70% とかに勝つけど 30%、 それはまあでも読めないっていうのはあるよね、12フレ入れてもぶっぱし続けられるんだろうな、じゃあステップインガードのコマンド、まあ基本は俺は4416ってやって、あ違う664ってやって6464とかそんな感じで、前に入れるのをかなり長めにして4を一瞬にするか、それかいろいろこう
あるよ、6464ってやってもいいし、まあ66464とかでいいと思うかも。のびカード2枚持ってて、どうだ逃げるやつとかどう思う。まあ、人それぞれだとは思いますよ、それは。ただ、かなり有名になってきて、すごい有名なプレイヤーたちはそういうのはよくはないなとは思いますけど、別にまあ、一時普通に趣味で鉄拳やってる人たちにとっては、それって別に問題ないことなんじゃないですか。まあでも、ね、その勝てない人に対してそういう風になるのは嫌ですけどね。1の 66RP から LPLPRP、うわ、割れますよ。ハーフステップからのコツは、ハーフステップのコツ、2,3 しゃがみってやって立つ、2,3 しゃがみってやって立つっていうのを何回も繰り返すのがいいと思いますよ。さあ、モチャン VS 爆心の試合見ていきましょう。自分動画作ってて初心者にできる高ダメージ、あ、マジか。それはでもいいっすね、本当に。もちゃん、もちゃんはどうなんですかね、見てない、わからない。のびさん鼻声、まだ風邪は治ってませんね。うわー、よく、うわー、かわいそうだけど、あるぜ、まだ。もうチェンジしちゃダメだよ、ああいう場面は。のびちゃん、いつも教えてくれ。はい、そういえば、三島のパチキ返し、学生、あ、ね、いいね、それも。今来た、はい。ニーナに勝てない、ニーナの何に勝てない。じゃあ昨日久しぶりに、友達と対戦したけれど、チェンジしたところから、うん、自分のキャラじゃあ何使ってます。2キャラちょっと教えてくださいよ。伸びてスパフォーのサコさん見たことないです。中野楽しかった、ありがとうございます。ただね、中野は8時から開始でかなり時間引っ張っちゃってね、参加できない方もいたんで、そこをちょっとなんとか今後で直していきたいですね。両爪とか普通の人の鉄拳動画とか、基本俺コンボのやつとか全部見たりしてますよ。ボブになりたいんですけど、まあ、マックとか毎日食ってりゃなるんじゃないですか。下段の崩しが強いキャラ、下段の崩しが強い、岩流じゃない。次枠、あ、自動枠取りまだ取ってなかった、次枠ではすぐ、はい、取ります。ナムコ中野の時の、マジでよかったじゃん。
投げ抜けのコツは何ですか。Get ready for the next batえ、投げ抜けは俺練習だったけどね。ちょっとやろか。白飯一番揃ってるの誰だと思う。白飯ラースは高水準だと思うんだけど。かなりね、かなり高水準。レオも揃ってるし。レオ揃ってるね。ドラグノンも何気に揃ってるのよ。まあ揃ってるね、で、あとなんだっけ、俺今1キャラ、あ、ポールも相当揃ってる。ポールも揃ってる。爆破っていう風に分には。まあ陣八も揃ってるね。揃ってるよね。こっち見ましょう。タクヤも強いね。間違いないですね、新平さんの言ってることは。理論値間違いないし、理論値間違いないし、まず11フレで即筆が出るのがマジで強いと思う、タクヤは。勝ち勝ちましたよ、ジンパジ使いの強い人って誰がいるかな。テコスとかも見ないもんね、こっちは最近もう、あ、そうだね、カレーとかもいるからね。家庭用配信は最近もうしてないですね。三島初めて触ったけど、そう、攪拌が超むずいんですよ。風神球打とうとしてさ、右アッパーになったり、キエになったりするの悲しいもんね。悲しいね、あれは。日本に来てる外国人の人はなんかまだまだいるらしいですよ、ずっと。あ、こんばんは。今あのランキングバトルで中で対戦画面の方に集中してもらいたいのでこっちにします。ヒノピーは戻ってきますから。ヨスリンやべえだろ。仕事で今日はあの人はフリーで来てるから戻ってこないよ。今日は今日ランク増しててドララースメインで使ってて降格しまくってメイン変えようか。あのそれしんちゃんじゃん、まさに。今日しんちゃんボブとジンパチでずっとやってて10連敗した。何をちまよったか、ボブとなんか全然あんまりやってない平八と、あ、違う、ジンパチと平八を組まし出したりとかして、もうメインキャラ変わりたくないっすとか言い出したりとか。終電あったから罰受けないで先帰って、あ、そっかそっか、申し訳ないですけど、この間はちょっとね進行的にも遅くなってしまったんで全然大丈夫ですよ。財布が発生14です。はい、さあ、じゃあ反対はチェンジ狩り、あ、そっか、クマ無双、まあでも当て身を取るとかが一番いいんじゃない。クマ無双っていうのはパンチ系しか取れてないから。あとはジャンスいけばバウンドはしないよ。まあ、カズヤは立ちもしゃがみもほんと最高ですね。確かに。逃げるも逆ワンツー超強いよね。あれもほんとふざけてると思う。ミゲルの逆ワン、トッププレイヤーやっぱ、いや、まあ入れてきますよそれは。まあでも反応的にもしづらいっていうのはよくありますけどね。スガモオフって何する。スガモオフ、あの1個前の配信で言ったから、後でそのタイムシフトで見てよ。スガモフはとりあえずもう今ぐらいからいろいろ準備して超大きな講習会みたいもやろうと思ってるから、ヨスリンもじゃあ来るんだったら一緒にお手伝いする。いい練習法はもう練習、あのスラッシュは本当に練習するしかないですね。難しいけど FPS まだやってますよ。さあ、ハルスケ VS バクシーの試合、これかなり面白そう。ターンを守るっていうのは要は自分の技を当てたら
自分のターン。それはなんでかっていうと、基本当てたら有利になるから、ガードさせたら相手のターン。それはなんでかっていうと、自分の技をガードさせたら基本不利になるから。相手目線に立って相手の技を食らってしまったら基本は相手のターン、相手の技を、ガードしたらこっちのターンっていう風にターンを守りながら行動しないと、いっぱい技をガードされてるのに手を出しちゃったりして負けるケースもあると思うんで、そこだと思います。ラインスローは了解。日に日に鼻声やばいですね。確かに。ちょっとじゃあラインするね、俺もお願いね。当てて不利になる技ってもちろんありますよ。生ローとかいい例じゃないですか。当ててマイナス2じゃないですか。66の技が66、それは聞いたことねえな。マジかそれ。はるちゃん俺が見てるから頑張れって言った。いやもう今結構距離遠いから言えないよ。負けたら言ったらいいよ。生ローヒットしてから2スマって、まあ普通にハイキックとか打たれたら負けますよ。うわー、攪拌しっかりだね。かなりいい流れだねこれ。うーわやべえな今のライト。試合に集中しましょう。バクシーね、この2位取られてから対応がうまいからね。まあこれクラッシュするしかないよね。いや使うべきだった。右アッパー、これは生チェンだよな。もうやるしかないもんね。そうなんだよ。そう、もうこれで負けちゃうなら仕方ないの。そうそう、バクシャーでも今いい旋回しましたよ。さあ なんかこの前飛べないフレーム、まああれチェンジしなかったら正解だね。最後はもうあれで負けんなら仕方ないもんね。うん、いいと思うそれ。まあそうだ、飛べないフレーム。まあ基本ジャンス発生が9なんですよ。だから要は簡単に言うとプラ3あれば、あプラ4あれば生ロー打った時にライトは基本は勝てないよってことですね。あのプラ4からの、まあ、ベライアンでよくあるのがハチェット生ローは飛べないよっていう、うん、鉄板だよね。割れないし飛べないし鉄板だね。あそこなんでアサルト使わなかったの。いや鉄板だ、鉄板だ。いやなんかすげえ悩んだ、うん、ここはクラッシュするとこじゃなかった。違うね、あの体力でああいう状況で普通の考えとしてはまあ大事にクラッシュしていきたいと思うけど、要は2対1の状況だから相手からしたら大きなタクっていうのを相当通してきやすい状況なのよ。あの場面はもう生チェンが正解だよね。基本は俺もあそこは生チェンしてたと思う。
まあでもあれは人それぞれかもね。まあでも相手の体力がさほぼほぼ満タンだったから、うん、あの状況はそう、あの状況で自分がクラッシュしちゃったらもう1キャラしか残ってないもんね、そうなのよ。あれで生チェンしてなんとかやり過ごせば自分の相方も半分ぐらいまでは回復できるから、すげえ難しかったんだけどさ、さっきあのアサルトを使うか使わないかっていうのが、うん、アサルトを使っても殺し系ないじゃん。でアサルトを使ったら絶対にボブがレイジになっちゃうからさ、うん、そこだったんだよね。まあでも、あのミリの体力だったら、ユイルが一番怖いかなぐらいでさ、それ以外全部捨てられるじゃん、はいはいはい、でブルース側だったらさ、LK 一発当てるか、あの 2RK を LK 何回か打った挙句に打って殺すぐらいでよくない？はい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 、あの体力は俺絶対使って、置き攻め一発2分の1ガードされたらいつも通り距離取ってみたいなのが一番良かったと思うんだけど、はい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 、なるほど。まあ、ちょっと判断が難しかった。まああれむずいよね。俺も時々あるわ、そのアサルト使う使わないで、ああこれ使うよって。時々さ、アサルト行った時に相手が雷霆とかで暴れてジャンステンになってた時、アサルトのボタンを押してなかった時いつも後悔するもん。あの、ああわかるわ、やっちゃうっていうのよくある。やっちゃうね、うん、チョッピングとかの時とかも最後の時とかで押してる。あれね、あれあれあれ、あれ押す方がいいよね絶対。さ、押さなくちゃいけない。うん、あのね、スエスマはね、見てから四国で、うんうんうん、そうだね、だからやるようにしてるんだけど、チョッピングとかはちょっと、ラースの俺タッシュ中 RPLP は絶対入れてるから、ね、セットで正解だね。二段技は入れやすくない？かなり入れやすい、うん、就職巣鴨の近くにして愛知がちゃう。マジか。いやいや、いいぞそれは、いいことだと思うよ。中野でうるさかったのは修理、修理さんです。まあでもあれって盛り上げてくれってすげえ助かりましたよ。楽しかったし、ああいう人たちがいるとね、いいよ ね、本当に助かりますね。壁に追い込まれてから投げ抜け成功を考える、あ、かなり有効。当たったら美味しい、当たんなくても壁入れ替えるっていうのは、だからジャックの左投げとかかなりいい技だと思う。さあこれで優勝者はゼウガルで決まりました。面白いね今回のランバトは、いろいろ新しい人たちがどん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 上がってきてますね。さあ今回の優勝者はゼウガルで、はい、終わりになります。でどうしようかね、なんか対戦があるんだったらちょっと流して終わりにしようと思うんですが、誰かやるのかな。ねえ、ハルゼウがやるか、続き、うん、4つ目で11月のマスターカップ見た人ですね。すごかったね、バクシー対ノビダ。いやだから俺がここにいなきゃダメなんだって。コウスケをここに置いといても良くなったら全然違うんだけどね。今からすぐもう間に合いますよ、まだまだみんな来てるんで遊び来てください。ガヤプレイしてるがね、面白かったね。質問コーナーすごいためにまいりました、よかったです。さあじゃあハルスケ VSゼウガルの雷神戦かな。はい、講習の成果を見せに。いいじゃないですか、ちょっとあのね、俺の生放送中でお相手できるかわからないですが、ちょっとすごいよ、講習受けて初段、万年初段から画廊ぐらいまで上がったって。マジか、うん、よかった、それ成果あるね。ね、本当にあったね。さあ先ほどもずっとやってたね、この試合は。レモしかやってないからサックコンも忘れちゃったらしい。いやいや、それはよくあるわ、俺もよくある。昨日さ、レボリューションでシューリーさんがプレミアムセッション、ああ面白かったね昨日。そう、スカイプで話しながらやってたんだけど、あれ面白かったよね。もうね、バクシーの雑魚狩りがひどいんだよ。ふざけんだよ。俺もシューリーさんも雑魚狩りされたよ。いや、やめてよそういうザコ狩り。あの後ずっとやってたの。いや、やったやった。だって部屋あと30分くらい残ってた。そうだよね。今度受験終わったスガム、うん、遊び来てください。グループ講習ね、ぜひ遊び来てください。今から愛知帰って間に合いません。やる TT、 あ、ね、アップデートどうなんだろうね、俺も思うんだけどね。ニーナとファランで講習受けて、ファランでかなり手こずってました。あー、そっかそっか、はい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 、年始にスガム行こう。え、ど本当にマッタさん、マジで雑魚狩りはいかんの。そうだよね、
いやいやいやだって部屋にいるのがの伸びシューディーってなんだよそれ、雑魚じゃねえだろどう考えたって。ひたすら下がってシューティングされたよポールに。ふざけんなよ ステータス有効ならバクシーさんに勝てそう。あのね、うちらはさすがにステータス無効にしたもんね。無効部屋だったけど、あの俺もさ、ドラグノフがステータス40、40、20とかだったの、はいはいはい、だけどあのステータスめちゃくちゃ上げて攻撃力150にしたらめちゃくちゃ強くなったっていう。やばすぎるマジで。多分、まあ、ステータス有効なら、まあ、ランクマとかでは俺に、うん、俺と当たるかもしれない。そうだね、本当汚いよこのバックダッシュして。あの星の数がやばかったよね。え、星、まあ、言わないでおく、星はちょっと非公開ですよ、はい、星非公開にした方がいいぐらい、あのビビるぐらいあるよ星の数は。星稼いでるから ね。俺はレボリューションの風神でやってますね今。風神のポールでよくいます。1日2日はと、いやまだ分かんないんですよ、年始に何のイベントがあるかっていうのは。家庭用、それは僕じゃないですね、その用法は。ラスですが、パワー150、クリティカル、ふざけんなよ。いいじゃねえか、最高だわ。もうフラヒ当たったら終わっちゃう。奈落もしゃがめないしね、もう、ハルスケは何歳、21ぐらいかな、確か。うん、やった、俺クリティカル90、90勝ってるよ、101だもん、クリティカル。あ、勝ってるね、よかった、それはよかった。さあ、反対筐体はキャバさん VS メイスさんの試合が流れています。どっちを見ます？このままでいいですか？パワー150のポンケニア、まあそんなのよくある。僕 VR のラストボス前のジムみたいなの。何が？ドラグノフの QRP ファルコンダイブ。茶柱じゃ、キャバさん、キャバです、茶じゃないです。ポール使いの、はい、キャバさんです。 QLP、 あ、 QLP からのですは、なんだろうね、俺はトゥースマ拾いしてるけど。のびさん今仕事転職でした。まあいや、あのね、いろいろまあお悩む時期でもありますよ僕は。実家がね、お父さんが大工の仕事をしているんでね、いろいろまあ悩む時期ですね僕も。あの人開幕レイジだもんな、うん、あ、そうだね、あのレイジ、そうだね、キャバさんです、そうです、キャバさん、キャバレンジャーでやってますよ。 6DR の頃だよね。そうだね、うん、そう、俺は25ですよ、うん、やめ、いや、そんなことはね思いません。いや、まだ全然考えてないんですが。そうなんだけど、まあね、親孝行っていうのも込み込みにして、まだ菅森はね、どういう風になっていくのかっていうのは話はまだ詳しくはしてないんで、まだわからないですけどね。まあでもこの仕事は本当に楽しいですよ。そのただでも簡単に言えると、ゲームだけやってて強くてもダメだもんね。まあそうなんだよ、そうなんだよね。転生カウンターで半分持って帰る、そうはあるね、前蹴りね。23だと転職ついてないと恥ずかしいよね。まあでもいっぱいいるけどね、周りには。影丸とかでも今仕事してるし、一番楽かもね、あいつは。ポールとポールで同時に右横入れ込みアッパーしたらどう、ああいう打ちでしょう。ああいう打ちだね。その横移動のブルどんぐらいかにもよるけどね。よるけど、うん、ああ全くね、同じタイミングで、まあ、横からサイズで打てばああいう打ちになるでしょう。そうだね。今日行ったゲーセン 5DR の答えがいくで、いやそれ面白そう。20円やりてえわ。20円やりたいね。やりたいよね、うん、何やる DR だったら。あんな、そう、俺キングあーいいね、キング強かったね。避け方パルトずっと打ってたい、ハイキックとか。200音じゃねえか。韓国のプレイヤーラグジュは聞いたことないですよ。の右アッパーって右横で、まあ一緒のフレームで一緒に打ったら、そうなると思いますよ。通じ弾、石板台の人って何するのが強くなる秘訣、まあ簡単に言うと自分のキャラクターの技を覚えて、全部コンボも覚えて、どういう2択を覚えるっていうのが一番効率いいかも。自分が当たりそうな技を覚える、これよく当たるなっていう技をいっぱい使うことが一番大事だと思います。
まあ本当単純にこの人はよくしゃがむのかずっと立ち側をしてるのかっていうのを判別するだけでもかなり違うと思いますよ、2択をかける上で。まあジャックとか右アッパーが当たる当たらないとかポイントを探すだけでも全然違うよね、はじめは。でも 5DR、 いやその考えは違うね、もう別ゲーです。違うね。あ、まあベースは近いね。連発からアザゼルってきたけど、やっぱり一番強いのはあの、いやアザゼルめんどくさかったよね、あの限定コンボ。いや面白かったよ、変な何無敵みたいな、わけわかんないすぐさこっちの、ね、動き止めてくるもんね。そうそうそう、デボの無敵技のうまい使い方、マイナ9では打たなくてマイナ5、6、7ぐらいで打つと最強だと思う。例えばいい例はあのスティーブのアパストガードさせた後ソニーファン最強、はいはいはい、俺が思ったドラグノフの、なんだろうな、ドラグノフは特に少ないんだよな。ドラグノフさ、立ち途中 LPRP から、あ今俺も思った、うん、そうそう、それぐらいだよね多分。超ビビるよね、あんな声出てきた、はい、LPLPL 警官とかもあり、はい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 、それもあり、あるね、いろんな場面でそうやって相手が手出したいところも考えてやるといいと思う。俺がでもマイクソに言えたのは、中間距離でめちゃくちゃ遅い技を吹かして深角入れようと思って無敵技とかがあるんだけど、あ、あるよ、いろんな使い方あるんだよ、あるあるある、うん、価格を遅れて前ダッシュしたところに無敵を置いてあるんだよね。ペッピーガードに当たると超なえない、超なえるこいつガードが硬くて上段中段はヒットしないで、下段を出すとほぼガードされるくらいガードが硬い。まあ簡単に言うと下段と中段の同じフレームの技ぐらいに 1,2 フレーム違うぐらいの技でもほぼ2択になるんで、要はそれって匂いでしゃがまれたりポイントでしゃがまれてるだけですよ。バクシーさんといっぱい話したい、頑張って頑張って頑張ってって、頑張りますよ、はい、最強は DR のウルトラハード。覚えてねえわ、覚えてないね。ナースはね、いい連携いっぱいあるよ。 6LKLP ガードさせた後、うん、ウオーとか、あと 6LPRC 出し切ってウオーもいいし、かなり無敵、無敵、いや普通にね、魔説無敵は超強い、魔説無敵超強い、あと 2LK 一発止め無敵も超強い、あやばいね、ジャブロー無敵とか生ロー横キャン無敵も超強い、はい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 、あ生ロー無敵はね、うん、最近ねあのしゃがみ系の下段打った後横キャン無敵使ってんだけど強いよ、強いよ、うん、知ってるねドラグノフとかのむしろ壁に追い込まれた瞬間、ええ、生ロー打って横キャン無敵で壁出すのがよくあるパターンだから、はいはいはい、いや俺昨日プレステ3、うん、電源つかなくて焦ったんだよマジで、やばかったね、言ったらね、追いつきとスピナッシュとボディスラってどれが強い、どれが強いってどれも一概に言えないけど、まあダメージ的なこととやられも見るんだったらボディスラが一番いいんじゃないかな、拾いやすいし。19フレッシュだ、なんか俺も何かで医学的な話で聞いたのが、ええ、人間が反応できる最大が17か8らしいのよ、フレーム的に、はいはいはい、でもまあどう考えてもほぼ無理じゃん、ええええ、って考えて、まあ、体育だけってさ、いけるときはいけるじゃん、いけるときはいける、匂い的なのも込みだけあれ21か2でしょ、はい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 、って考えたらそこの1、2の差ってどうなんだろうね、わかんないよね、そうはね、うん、いやめちゃくちゃさ、いやそれだけに集中してればっていうのはあるけど、普通にね立ち合いで距離とか取って動き合ってる時に反応とかはついんじゃないかな、起き上がり無敵も超強い、マジ強い、起き上がり無敵っていうか、ね、俺はあのあれだから起き攻めね、なんか技使って無敵こするのが強いっていうか、
そうだね、あとパランとかさ、ローハイ打った後、はいはい、とか無敵技マジきちんだけど、いやきついよマジ、足上げてると何もできねえんだよ、無理だ無理、うん、今日ってこれで終わり、配信は今日はこれで終わりにしたいと思います。今日から BO2、 家にまだねえし、ちょっとそんなに忙しいからね、あんまりできないんですよ、生放送自体も家で申し訳ないです。スネークエッジは見えるのにエイドルワイスが見えない、なんだろうね、モーションの違いかね、スネークと、うん、あれアマキンの水面って一緒だっけ、これ、いやスネークの方が遅いんじゃない、遅いか、水面ってなんだっけ、アスカの源とかは一緒だよね、確か、うん、そんぐらいだと思う、うん、平八の鬼神経膝をガード後は安定で12、膝をガード後、膝って 6LK は攪拌ないですよ。ジェイシーの置きはなたスカかスカに打つ技でいい技、置きはハイキック、スカはまあ近かったら絶対パタパタで、もうちょっとダメージが欲しいだったら大点だと思う。レボはね、意外と初めはなんだこれと思ったけど意外と面白いです、やってみると。ただタッグ2とは違うゲームっていうのは覚えてるが、でも鉄拳ってこういうゲームなんだっていう風に覚えるに当たってやるのはいいと思いますよ。GR のブラのキックサバスか、 あったね、そう、サバキがパンチとキック違ったもんね、違った、あれ難しかったな、16と18なんだよね、確か。Get ready for the next challenge. エイドリワイファやべえな、俺タクよりレボの方が好き。まあね、だからいろんなプレイヤーがいますよね、そう思う俺も。鬼雲が見えない、鬼雲ってどういう技、ジンパチの 2LK、 あれ見えんの、あれは見えるけど、ハグンとほぼフレーム似てない、似てるけどモーションモーション、そうなんだ、一応鬼雲のが遅い、まあまあちょっと遅いよね、横移動しょうもない女キャラ、横移動どうしようもない女キャラ、どうしよう、どういうことだ、アリサとかが丁寧にホーミング打つしかないもんね。ブライアンの挑発の対処法はあれでも今回横にペラペラ出してバックダッシュしてるのがいいと思う。ハルスケさっきね、ゼウガルが昇格出たがちょっと負けてるかも。木人はさすがに申し訳ないよ、この間のびさんがトリガーから新しいコンボで出して、あ、はいはいはい、66両パンが木人相手に入らないですが、どういうことだ、のびさん、あと放送20秒だよ、はい、すいません、ちょっと申し訳ないです。今日はこれで配信終わりにしたいと思います、はい、まあ次回はまた土曜日に配信をしたいと、あ、金曜日か、金曜、まあ2日後ですね、はい、皆さんじゃあ2日後にお楽しみにしててください、はいはい、お疲れ様でした、お疲れ様でした、じゃあね、はい、お疲れ様、はい、じゃあね、鼻声がやばい、もうよいしょ。